そういうものなの。お姉ちゃんを信じろ。お姉ちゃんと港さんが言うなら。なんとかうまくごまかせたな。何の内緒話をしてるんですか。ああいや本当なんでもないんだ。うん、そうそう。うん、変な二人ですね。それじゃあ僕先に家まで帰ってますね。あ、うん。ユノを呼びに来たんじゃないのか。ミナトさんがいるから安心です。お姉ちゃんのことよろしくお願いします。ああ任せとけ。久しぶりに会ったけど相変わらず嘘みたいによくできた子だな。私もそう思うよ。本当にしっかりしてて親の教育が良かったんだろうね。お前だって悪くないだろ。あ、うん、ありがとう。しかしソータもお前のオーバーワーク気味には苦労してるみたいだな。体を動かしてないと心配になっちゃうんだよね。ユノ、今日運動した分明日は休まないか。たまには息抜きに遊んで気分転換をしたらどうだ。俺も付き合うからさ。それってデート？デートというかだから気分転換だって。そっか、デートか。聞いてないなこいつ。それじゃあ久しぶりに歌波ランドに行ってみたいんだけどいいかな。ああ、あの遊園地か。あそこなら家にも近いしいいんじゃないか。よーし、それじゃあ決定。明日の朝繁華街の駅で集合。それじゃあね。断る暇もないな。いたいた、ユノ。あ、おはよう。悪いな、待ったか。ううん、今来たところだよ。正直に来た時間を言ってみろ。30分前。早すぎるって。時間通りに来た俺が遅刻したみたいになるだろ。ごめん、待ちきれなくて。まったく、早ければいいってわけじゃないぞ。それにお前、その服装。何？ジロジロ見られると恥ずかしいんだけど。何言ってんだ？いつものレオタード姿の方がよっぽど恥ずかしいんだぞ。だけど私服を見られるのは精神的に恥ずかしいの。まあ可愛いんじゃないか。え、本当？ここで嘘ついてどうするんだよ。嬉しいな。ほら、そろそろ電車に乗るぞ。歌波ランド行きのが来るから。はーい。着いたー。
しゃぐのが早すぎる。まだ入園したばっかだろ。何言ってるの？戦いは入園から始まってるんだよ。人気アトラクションなんか入園と同時にパスを取りに行かなきゃ8時間待ちとかなんだから。マジか、そんな人気あったんだな、この歌波ランド。そういうわけでどのアトラクションでもやるには結構待つと思うけど、ミナトは何かやりたいやつある？俺か？そうだな。このシューティングゲームがいいな。男の子はやっぱりこういうの好きだよね。お前は興味ないのか？楽しそう。それじゃあ最初はそこに行こっか。これはまた本格的なアトラクションだな。この光線銃でゾンビを倒していくんだよ。反動があったり、まるで本当に銃を撃ってるみたいだ。え？本物の銃を撃ったことがあるの？いや、ないけど、つい行ってみたくて。よかった、びっくりしたよ。任せとけ。よし、すごい、さすがゲーマーだね。たまにするくらいだけどな。この調子でどんどん行こうぜ。そこだ。次。さすがにきつくなってきたな。なんかゾンビが入ってくるよ。避けろ。まだまだ。これで避けたよ。すげえ、身のこなしというか体が柔らかすぎる。私が引きつけてるうちに。おお。勇者たちの名前をここに記します。お名前を教えください。はい、若月ユノと彼です。勝手に話すな。でも断るつもりもないんでしょ？それはそうだな。じゃあオッケーってことで、私と君の共同作業、いい思い出になったね。やれやれ、まあいいか。それならやっぱりローラーコースターだろ。え、ここのはめちゃくちゃやばいって。
ああ、だからこそ経験してみないとな。ねえ、考え直さない？ユノ、お前は俺と一緒にあれに乗ってほしい。ずるいよ、そう言われると断れない。お、並んでる並んでる。近くで見るとやっぱりすごい。なんでこんなにぐるぐるしてるの？パンフレット曰く、歌波市らしさを打ち出すために加速器を模してるんだとさ。なんでも大型ハドロン衝突型加速器 LHC を模したコースで、まるでタイムスリップするような感覚を得られるらしいぞ。なんかすごいのはわかるけどやりたくない。はいはい、ここまで来たら諦めろ。一緒に光になろう。そういう決め台詞は普通の時に使って。ガタガタ揺れてる、そろそろ落ちるぞ。手握っててやるから。あ、ありが…はぁ！うわぁ！うわぁ！はい！登ってるのに加速してるよ！なんだよ、こんなの初め！ユノ、大丈夫か？あそこまで怖いと逆に気持ちよかったかも。ユノが変な趣味に目覚める前にちょっと休もう。うん。あのホラーハウスはどうだ？私怖いの苦手なんだけど。だから入るんだって。悪趣味だな、もう。それじゃ散々怖がってもらうか。勘弁してよ。これ、夜の病院とか普通に怖いな。ホラーの病院ってさ、やっぱり…リアルすぎる。俺にしがみつくんじゃない、動けないだろ。今度は夜の学校ゾーンかよ。
識が薄れて。もう君ったら気絶するほど怖かったんだ。自業自得だね。ねえ、ここでちょっと休もうよ。そうだな、今度はお前が行きたいアトラクションにしようか。ウタナミランドの観覧車は15分で一周するんだと。ずいぶんゆっくりできそうだね。私たちの学園かな。さすがに見え、いや確かにあれ桜花学園っぽいな。今日はありがとね。ん？何が？こうして無理やり連れ出してでも私を息抜きさせてくれたこと。まあ毎日練習練習じゃ息が詰まるだろ。それでも毎日練習しなくちゃ全国になんか行けないからさ。全国か。前にも言ったかもしれないけど、私が頑張れてるのはカノンの約束のおかげなんだ。ああ、あの時のことは俺も覚えてる。入院中のカノンはお見舞いに来た子供たちが走り回るのを羨ましそうに見てたんだよな。うん、あの時のカノンはすごく悲しそうな目をしてて、だから私はカノンと無理やり指切りしたんだ。そうそう、いきなり小指出したかと思ったら、私カノンの分までいっぱい走るから、スポーツとかも頑張るからって。今思えばカノンにはメリットがない約束だよね。カノンは自分が走りたかったはずなのに、その分私が走るって言われても。セーブするよ。セーブ終わりましたよ。